さて今回もビーナスイレブン前回の続きやっていきたいと思います。さあすぐリーグ戦いきましょう。今回はね、応答のやつを見てみたいし、助っ人も一応呼ぶだけ呼ぶか。できる限り自分の選手で得点取った方が経験値になるっぽいので、そうしよっかな。まあ重要な試合ならね、昇格戦とかプレイオフなら使うけど、セミオートでやってみようと思います。キャプテン関係あんのこれ？キャプテン関係ないでしょ。私頑張るからね。どんな感じかな。オートなら多分選手が自動で動いていくのを見るだけって感じだと思うんだけど、そっちの方が個人的には好きかな。さてフォーメーションもね、レベルが上がると増えていくらしいんだけど、今んとこ433っていうベーシックなやつしかないんだよね。高速モードいいです。戦術をね、超いい感じ。サイドを使いましょう。さて、右サイドの選手敵追いついてくる。比較的今回相手強いですね。ここパスした方がいいんじゃないかと思いつつも敵来る。なかなか守備力のある選手突破していく。さてそのまま持ち込んでいく。新しい選手矢沢リリー来る。突破していく。お、守備的淀川スリア。いいね、キャラクターかわいいな。スタミナ使いすぎじゃない？大丈夫？前半それまずいよ。低めのパスカットされていく。もったいないな。あそこまでスタミナ使った。あ、取った。シュート打った。それましたね。サイド使わないといいか。よっしゃ。何サイド？何サイドだ、さっき。パスしていく、カットして、していかない。任せておいて。時間があまりないぞ。ドリブルで来る、止めるんだ。よし、いいね、いいね、いいね。ヘドボシめぐる、いいじゃないの。どーんと、いっちゃえ。レジーナ。打った。惜しいね。あのキーパーよくない？なんかいい判断だ。なんていうんだろうね、なんかのキャラに絶対いるような。鍵を握るのは君だ。成功だね。任せたよ。いいね。よしよし、抜け出していく。キャロル折り返す。クロス上げる。あ、取られていない。すごい。打っちゃっていいよ。セイナ来る。嘘だろ、キャロルが。なかなか強いな。相手プレイヤーじゃねえってか。ここで投入します、この助っ人さんを。行くぞみんな、ご飯取っていくぞ。相手プレイヤーなのかな。なかなか強いよね、相手選手。ガチガチなのかな。後半戦開始です。拮抗しちゃうよね、正直。もうスマホの充電が全然ないから、ここで負けるときついんだけどな。関係ないな。相手か。今シルビー頼む。ナイスシルビー。あ、そう、ん？プレイヤーだよね。シルビー強い。これ助っ人か。シルビーパスして。シルビー決めるなこれ多分。まあ今1点とりあえず欲しいから。いいねいいねいいね。そのままシュートでいいんじゃないの。誰もいないよ。セルビーの強烈なシュート。よいしょっと、うっそ。反応かわいいね。あと高速モードでいきましょう。携帯が死んじゃう。
さてシルビー取っていくだろうか。うん、相手逃げていく。シルビーまた食いついていく。反応速度がすごい。ひなたが、あ、取れない。時間は残りないようだ。マリベル止めに行く。マリベル止められない。ロロロロ止める。ナイス。前線にボールを上げていくマリベル。取られる。相手サイド突破してくる。おっと勝ちましたね。いやいや、これ結構操作できない分セミオート若干きついかもね。実力拮抗してるときやっぱセミオートじゃ怖い場面もあるね。やりましたよ。また一歩サッカーアイドルのみ。これリオかいた、そんな子。あ、プレス練習か。もう一戦だけしよっかな。ああいう強いキャラ欲しいね。いやー、これレベル上げがなかなか。あ、10回できる。ハロウィンイベント使っちゃう。もう使っちゃうよ、こういうの。別に欲しくないからね。10回か。これだって10人変えられるんでしょ。とりあえずセンターバック2人とゴールキーパー変えたいかなっていう。そこやっときゃ多分絶対点取られないと思うんだよね。飛び込む。わかんないわかんない。レイアウトがいまいちわかんない。あ、これいいんじゃない。字の色で判別するしかない。かわいいね。かわいいね。かわいいね。わかんないって。全然わかんないって。10人。マルヤ、ルナ、あ、天子、天子。逆沢天子。秋葉、もみじ。天子ちゃん。天ちゃん。天ちゃん。趣味、ゲーム。ポジションは何？編成しに行くか。オッケーオッケーオッケー。充電がもうほんとないんだって。あと1試合したい、まあ、しますけども、どうするかだな。自分で編成するよ、そりゃ。フォワード多くない？これ黄色が多分どっかでしょ。ルミちゃんはね、強いと思うんだけど、この、レンカちゃんか。レンカちゃん変えるか。なんかいいの出たか。ルナ。ルナ右サイドっぽいんだよね。だってこれセンターしかいないじゃん、二人。だからセンター特化してるフォワード、いないのか。さっきそれ星3引かなかった。テンコちゃんは、ああ、左バックなんだ。あ、違う。間違えた。もみじと戻して。ここにテンコ。もみじはね、あ、じゃあルナがいいか。マルカ、マルカ入れるか。結構中盤熱いな、このチーム。マオちゃん。ミア。まあ、いや。この子と変えるか。星1の子が、あんまり、強すぎ。あー、この、アンリュー・リアラって子がいいかもしんないけど。まあ、いいか。推し面でいこう。あ、マリベル。マリベル。右の方が合うのかな。色どっちなのこれ。どっちが適切なの。センターバック引いてないね、そういえば。あ、いるいる。サガアンリ。サガアンリ入れましょう。ララ。ララも左バックか。左バック余ってんな。よっしゃ、とりあえずこれでいこっか。あ、そうだ。あ、あとレンタルか。ベンチのこの子と、マオちゃん変えて。ひなた。ひなたは、可愛いんだよね、ひなた。まあ、リアルにしよう。ユウカ、ユウカ、可愛いな。センターバックいないんで、この子でいいか。なんか、
育成で星上げられるとかないかな。こういう思い入れのあるキャラクターでも星1ってなると変えざるを得ないしね。そこが若干なんていうか残念というかね、昆虫症的な部分でありますよね。まあレベル上げれば上回るとかなら面白そうだけど、行動力あんのこれ。ファンタジスタすごいな、いらないやつ。ポジション多分フォワードだろう、見なくてもいいや。今回もセミオートでいこうか、マニュアルでいこうか。さすがに見るだけだとね。私頑張るからね。まあでも見るだけの方がキャラクターをじっくり見れるけどね。さてセミオートどうしよう、2倍でいこうかな。スピードシュートシーン以外2倍でいっか、別に。さあ新加入の選手が4人かな、チーム。試合開始だ、行っちゃうよ。パス後任せたよ。いい判断ね。は技で抜いてやるぜ、マニフィックパス。逆サイド無理か、ここいいや別に。ドリブルで抜けるでしょう、彼女なら。ドリブル調子がいいわ。はパスではなく左サイドにさらに流れていこう。あー追いつくか、早いな。なんでそんな早いんだ。さすが私ね。右サイドに入っていく、反応早いね。ドリブル、さすが私ね。右サイド流れる、よしよしよし。シュートレンジまで来ましたよ。パスシュート技、マニフィックパス頼んだわよ。ダイレクトかトラップか、ダイレクトにしては遠いからトラップする。トンスペシャルルーミンストライク、仕方ない。よいしょっと、うっそ。このキーパーの子いいよね。よっしゃ、まず1点。絶対勝つんだから。この辺パスでしょどうせ。オッケー、パス。こっち使うか。受け取って、いいよ。あれすんげえ疲れてんじゃん、あの子。もう交代しないといけないのか。スタ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 、あー文字機か。スタスタスタ行こう。敵全然いないから今のところ。この子抜いたら終わりよ。だってまああと2人くらいか。ここ突破して追加点と行こうか。この子抜けばドフリー。シュートパス5いく。うんー、まあここがシュートだな。とう、うっそ。よーしよし、とはいえ2人疲れ切ったな。絶対勝つんだから。おりょ、さあ決めます。スタミナがなさすぎて。よろしくです、成功だね。おりょパス、まずい、カットされた。おりょ、うん、じゃあ、あとよろしく。ありがとう、任せたよ。はい、よし、前半は終了。何人疲れてんの今、3人くらい潰れてない、スタミナが。3人までか。この子フォワード、うん、33レベルって上がりすぎやろ。こうか。右サイドって誰だっけ、この子じゃなかった。行こう。さて、とりあえず 2-0 なんで、後半は適当にやってりゃなんとか、まあ勝てるんでいいでしょう。とりあえず助っ人使わずに2点取れたからね。後半余裕でしょう。
さあリアラデフェンスでも30使うもんな。これくらい当然ですよね。パス後40使うもんね。しょうがない。任せておけ。そうなのか。早い。そうなのか。なんということだ。はい。よろしくです。お願いしていいですか。これくらい当然ですよね。ドリブル。中央ドリブル。今ディフェンスで薄、ドリブルで突破すればいける。いけ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 、ここ突破、よし。パス、カットされていく。僕がいる。大丈夫、落ち着いて。ミグル大活躍だね。本当。じゃあ、あとまずいまずいまずい。任せたよ。はいはい、任せてね。キーパー引いてないから結構怖いね、こういう時。いつも喜ばしい。ここは君に任せよう。あ、だいぶだいぶ繋がった。とっても嬉しいです。でしょ。あー、コーナーキック、コーナーキック。なんか何したらいいの。ドン。無理無理。ダイレクトシュート。ドーン。でしょ。あー、またコーナーだ。あー、まあ勝ったけどな。コーナーむずいね。3人あんな取りに来るんだな。結構じゃ決まんないんじゃないか。もっとディフェンス強ければ。レベル3。最後に育成でもするか。いやー、なかなか白熱しましたね。まあやっぱ攻めようというよりは点取れますね、そりゃ。詳細選手の能力値か。はい、しょうがないじゃないですか。だって説明が難しいんですから。はい、とある人物。何こいつ。話は聞いているな。私は竜川翔。男みたいな名前だね、ショウって。あれ、なんかこの人しない持っちゃってますよ。何やら危ない人なんじゃって思ってますって。あ、違うね、つぐみちゃんが思ってんの。今時ありえないですよね。あと思ってないよ。いい T シャツだと思うな。またやってしまった。そんなにやってんの。パラメーター別にわかるよ、別に見てたもん。言うても2試合してるからね、普通に。3試合 ?2 試合曲にないほどやったから、本当にもう分かってるって。ここね、スタミナシュートドリブルパスってそれしかないもんだって。見るまでもないじゃん。特訓のせいだす。基本と特訓の合計値と上限値はここに表示する。うん。レンタル。レンタル、あ、レンタル戦車、あの、助っ人か。シナリオ今度見るからいいとして、特訓かな。シュート。パスシュート。
全然上がんないな。特攻開始じゃ。シュートパスシュートプレスもやっとこうか。やプレス違うキャラがいいね。さあこれをまず鑑みて他のキャラ見よっか。変身取得123456。そんなにそんなにあんのチームというか。へえいいね。いろいろやっぱ育てたいね。何レベルまであんのこの子。100？ あ違う、3？あ何レベルまでか書いてないのか。最後なんか引こっか。キーパーが欲しいな。僕キーパーが欲しいな。あの子も可愛いけど、控えでさ強化してから使うとか言う手あるもんね。正直あの子正ゴールキーパーにするのは厳しすぎるよ。シナリオめっちゃあるんだよね。25って見えるんだけど、どうしようね。そんなに見てらんないよね。スマホが死んじゃうもん、そんなことしたら。期間期限なし。あれ1000貯めて1回じゃなかった？あ違うか。4000で10回引けたもん。400か。じゃあ1回アムロでくれんの。あまた10回引ける。何何。ああそうか、広告系のやつですね。まあ、また今度でいいか。そういうのは最後に10人引いていこう。次回10人引くとか言ってもあるけど、もう最後に引いちゃおうか。だいぶ回復30だっけ。ならまあ良心的な感じか。5とかでいいと思うけどな。5とかなのガンガン回復するけどね毎回。大型新人 OK。 あの子見ててとっちゃるけんの。モブしかいない。ここだ。どう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 。あの子よくわかんないけど、はい、OK です。違いがわかんないから。あメガネメガネ、このゲームは概してみんな可愛いね。おお絶対フォワードやこいつ。フォワードかな。コンディションなんてあったんだね。ヨハンナ、イオ、リリア、ニノ、サチコ、ユーミ、あルナルナルナ。この子可愛くない。稲妻イレブンでいうとこのあの白龍、そういう感じ。こっから見れないんだよな。ラッシュドリームって書いてあるってことは多分フォワードじゃないな。キャロル、キャラかぶれば経験値かなこれ。 RPT プラス10。なるほど、編成もいろいろ6チームあるから、まあ別にいろいろできるけどね。スタミナを強化したいな、できたら。プレゼントはどうやって手に入れるんだろう。やばいやばいやばい、そろそろバッテリーが切れる。ディフェンスはあ5も上がるのか。いいね。でもディフェンスいらないな。めっちゃあるじゃん。こんなに81個あるんだけど、バネル。待って、こんなディフェンス知るほどあるんだけど。シュート2個ドリブル3個どうかな。ドリブルドリブルドリブル、シュートシュート。上がった今。ドリブル上がればよしよし。キーパーの練習あるかな。そういえばキーパーってすれば何に防いでんのあれって。ディフェンス、これいらないから。あ、まあいいか。キーパーの込みましょう。キーパーまだ一人しかいなくない。どの子だっけ。あの子ってどういう見た目だ。この子だな多分。
ゴールキーパー。かわいいよね、この子。特訓しよっか。何あげればいい？デフェンスかな？デフェンスしかないよな、正直。プレスか？関係あるかな？まあでもディフェンスしかないね。100くらいまで上げとっか。どんどんどん集団プレスね、集団プレス。働きたくないの。そういう子なんだね。よし、104まで上げればいいんじゃない。タン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 。よし、どう、大成功。おお、パラメータ見よっか。73プラス46で119、マックスが200、現状のってことか。最大200なのかな、現状かな。まあいいや。エキシビションって、まあいいや、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。